それを貼ってやるから、それピッと押すだけでもないから。どうも、誰かたまったら全員多いと思う。え、ひとまさんゲストでしたの？違う。いや、じゃあまだ。じゃあまだ全然人数少ないですよ。もともと映像もう12時半回ってますんでね。じゃあ、板子さんお願いします。あの人数少ないうちにやっとこうと思うんですけど、あのあ、あとでみんな見るけどね、まあ、最近ですね、あの階段イベントの動きよく出るんですけど、階段からですね、あんまりなんかあの人間関係ごちゃごちゃしまして大人のですね、事情とかあってですね、まあ、いわゆる階段の有名な方とか作家さん、名前出せないって言われるんですよ。そこに来てる人によって。で、この話もすごくしたいんですけど、そういう人間関係いろいろあって、いつも見て、あ、この人いるからダメやなと思って、できない。何話かいたらもう自慢話になっちゃうんですけど、2ヶ月ぐらい前にファミリーマンがありました。あれね、ノリノリの仮面やったじゃないですか。あれ俺サーッと見たんですよ。その自慢話をしたいんですよ。で、これはいろんなイベントでもやりたいんですけど、さっき言ったみたいに大人の事情があってですね、あのできないんですよ、人間関係が。で、これ山口敏太郎さんのイベントだったんですね。阿佐ヶ谷ロフトで、今から4年ぐらいに何が痛いんですっていう、この話すると、ね、壊れるんですよ。何が痛いんですっていう、まあ、いわゆる風俗、もともとはね、風俗ばっかり乗ってる人もあったんですよ。勇敢なんですけど、ドースポよりももっとうさんくさい仕事なんですよ。メインはもともとは風俗だったんだけど、そこからまあいろんな記事が載るようになって、自由に載せるようになったから、結構嘘とすごい記事が載ってるんですよ、映画だったら昔は。で、そこに山口敏太郎さんが、お金の記事を書いてたんで、その流れで内外タイムズミステリーイベントっていうのを朝がやることになったんですよ。で、僕のゲストに行ったんですね。で、それがもういろんなのがあって、一番メインが呪いの仮面。あのテレビやメディアに出てきた呪いの仮面、見ました？呪いの仮面、あれがメインだったんですよね。で、いろいろ話なんか聞いてたんですよ、その前から、半年ぐらい前ですからな。その時に言ってたのが、山口敏太郎さんが、伊藤さん、すげえの手に入れました。え、何ですかって言ったら、どこから来たかよくわからないんだけど、多分弟さんやと思う。弟さんが噂で聞いて、すごい呪われてる仮面があると、めっちゃやばいと。それ聞いて、こら買わなあかんなと思って、山口敏太郎さんがわざわざ買ってきたんだって。だから、見た感じもすごい気持ち悪いと。で、その仮面をね、初めて買ってきたときに、車の中に入れといたんだって、ポンって、なんか、この後ろに。ほんなら、3日後ぐらいかな、その置きっぱなしにしてたら、警察が来るんですよ、事務所に。で、江戸さんですかって聞いたら、あの、あそこの家の女性の方が変死してまして、ちょっと何かなかったら急に来たんですよっていう。どういうことですかって聞いたら、事件性があるかないかは分からないんですけど、ちょっと変死でね、そんな警察が来るぐらいがよっぽどだったんでしょうね。普通の心配じゃなかったんでしょうね。うわ、それは、そんなこと言われても全然事務所はそんなもんないし、やっと見てもなかったし、そういう方とね、3件目の向こうに、いや、分からないですよ、あ、そうですか、そんでふっと、と思ったんだけど、なんとなく噂で、その仮面を向けとくと、向いてる方、速攻性がある。あれ、テレビではね、目が見たらいきなり呪いがかかるって言ってたけど、あれは半分は本当に半分そうなんですよ。でもテレビやから、速攻性があるよ、見たら、まあ、怖いからって言ってたけど、本当は速攻性があるんじゃなくて、ずっと仮面を向けてたら、向いてる方向にある、ここはよく、不幸が来るって話が本当に。そんな聞いてたんだけど、だから気持ち悪いから事務所に置いてなかったんだけど、えっと思って、で、車のトランクバッと開けたら、仮面がその人に動いてた。うわ、これはちょっと、チャレにならないなって気持ちと、お監督関係をしてたから、来た、と思って。で、その話は全くしてないんだよ。ほんだら、それを聞いた雑誌社の人が、じゃあ取材させてください。唯一本に載ったのはその本だけなんですよ。来たんですよ。僕それ、教室に持ってたんですよ、山口敏太郎さんがメインでいろいろ語るやつで、バーナーしてきて、で、写真撮ったんですよ。でもその山口敏太郎さんの冗談、いや、写真撮ってもいいけど、あんまりこれずっと見たらよくないからって言ったんだけど、来た人はそんな信用してないから、そう仕事やってるって暴れてるって言うんですね。何暴れてんの？
え、誰もいないって。誰もいない。大ちゃんがいるのかと思った。大丈夫ですか？すげえ面白い。え、何？大ちゃんいるのか。この話にすると必ず残るんですよ。誰かね、なんか落としたら。でその顔をね、見てたら呪いあるから、でもそういう仕事やってる人は結構そういうこと信じないんですよ。で、写真撮ったんですよ。でも正面でちょっと負けてたんですよ。そしたらそのカメラの人が、カメラマンの知ってる人かな、カメラマンでしょうか、大怪我しちゃったんですよ。で、その前に実はいろいろあったのは、買ってきた日に弟さんの、関係ちょっと知り合いの方が亡くなったりしてるんですよ。確かに考えてみれば、その仮面に関わると必ず誰かの死があったりするんですよ。ただし、山口美太さんも言ってたんだけど、直接じゃないから、間接的やから、まあ、話としてはね、面白いって言ったら失礼、亡くなってる方もいるからあれやんだけど、まあ、間接的やから、どうかなと思ってたら、話し合いで言ったんですよ。そういうことが続いて、また違う雑誌だけど、やっぱりまた同じことがあったんですよ。逆にその雑誌は潰れたんですよ。で、これ、あかんのちゃうかって言ってね、2社潰れて、関わってる。あかんのちゃうかって言ってたやつがあるって言ってで、ダーライターランスもそれ面白いっていうので持ってこようと。でもね、そういうものやからもうみんな触りたがらないんですよ。僕その山口メタルの奥さんも知ら聞いたんだけど、奥さんもすごい嫌がってたんですよ。嫌だって。で、事務所にも言ってたんだけど、事務所の人も嫌がって、嫌だって。結局はぐる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 回って、青梅にある危ないものばっかり入れて倉庫なんですよ。呪いグッズ、倉庫に入れてたらしいですね。だけどその倉庫から持ってくるのみんな嫌がるんですよ。だって、持ってくるのって、ね、触らないといけないじゃないですか。嫌がったんですよ。だけど、一人だけ。すごい人がいるんですよ。山口さんの事務所に所属しているある女性の方が大丈夫なんですよ。そいつだけが仮面使いで、仮面を触っても大丈夫。どっちだっけ、仮面使いって俺呼んでるんだけど、だってその彼女がすごくて、あのトースポに乗ったあのあれゴム人間の写真してるね、あの緑、そうそうそう、トースポで、ね、どこの神社だったっけ、明治神宮、明治神宮のでお正月とか写真撮ったら緑色の顔のやつがついて、その写真を撮ったらどうなるんですよ。彼女だけは大丈夫なんですよ。彼女って結構強烈で、なんかもうその霊媒師の人が見てもうわっていうぐらい強烈な何かを見てる。それはいいと悪いとか違う。彼女に対しては大丈夫だけど、もうそういうね、悪とか悪いとか正義とか超えた物体を彼女が持ってくれて、すごいスタンドのようなもの。彼女は大丈夫だよね。もうスタンド、本当にスタンドみたいなもの。彼女は大丈夫、周りのやつはあんまり良くないらしいけど、彼女だけその能力が大丈夫、その彼女が持ってくるんだ。だけど、当日ね、当日、まあ、打ち合わせこうしてたんですけど、その時におったのが僕と、控室と、まあ、当然山口君たちも来たんだけど、僕、それと、ファンキーの皆さん。で、オーストリア、島田さん、手相今見ている人でしょ。で、あとあれ、あの彼。キモおじさん、ケイジさん、ケイジさん、はい、で、タレントの女のとこに回っとったんですね、そこで。で、山内さんが出たりとしてるんですけど、どうしますかね、今日メインの仮面が来ないと。え、どういうことですか。いや、そののんちゃんに頼んだんだけど、実はのんちゃんがちょっと心配でって、え、なんて言っても彼女すごいよ、もう、てか大丈夫や、そういうことじゃなくて、3日前に打ち合わせしたんだって。のんちゃんは青梅で事務所に行って、仮面するってことねって、あ、わかりましたって言って、次の日から携帯連絡と思うって携帯。でも彼女っていうのは、ちょっと変わってすぐ金払わない、携帯。で、多分、今回金払わないで止めてる、ちゃんかってその時笑ってたんだけど、で真面目な子やから、絶対守るんだ、約束は。だけど当日、本来は2時間前についてたのに来ない。で、携帯に電話して、携帯止まったのは心配やから。でもどうも、リベート始まってもらって、始まって電話は僕らで行くことになるとか、違うことを言ってるから、言ってたら、いきなり、のんちゃん来た。こうやって、え、どうしたの？のんちゃんみんな、しましたよって言ったら、いや、あのね、私ね、もうね、あの全然すごい前にね、本当は30年前に着く電車乗ってたんだけどね、私乗ってた電車がね、人身事故にあったんですよ。え、どういうことって。ギッて急に止まって、飛び込んだんですよ。で、飛び込んだ時にね、急にね、このね、仮面がね、重くなったんですよ、笑って。ねえと思って。で、おもむろに開けて僕に見せようとする。ああ、もうええからええから。
先生に、あ、そうなんですかって言って、で、これ炊けないのかって聞かれてそうなの。ほんなら、ファンキーさんと、もう一人いた人が、名前が出てくる。その女の子、二人ともの、引き出されちゃう。引き出されちゃう。二人ともね、霊感なんですよ。二人とも。あ、だから、いきなりね、ハト入ってきたのに、顔色変わって、そばかった僕らも出てる。ブワッと。で、経営さんと僕とか僕とかは、引き出されちゃうって話したよ。だって、一生懸命話して、全然そんなこと感じなかった。全然。霊感ないから、経営さんでも、引き出されちゃうと急にグッって顔してる。で、マンキーさん、うーっとこうなって。どうやらその箱が悪かったみたいな。でも何も言ったら見えなかったら、その箱をそのまま持ってきて、わーっと持ってきて、その箱を棚があったんです、2人座って。その棚に置いていくかって。そのまま座っていきます。だからもう2人で、うわー、ダメダメダメって言って、ダメダメダメって言って、これダメダメって。で、この箱ダメダメって言って、でも触られへんって言ったんで。で、板子さん下ろしてって言うんだけど、ケレーズの箱もそんなに嫌で気持ち悪いから、そういうところ、2人でもええって言って、じゃあもう一回呼んでくる、彼女呼んできて、下ろしてもらって、そのまま持っていったら違う場所。で、持ってってから、まあ、僕はその彼女ついてったけど、え、これどんなの？で、俺の彼女がいきなり違う場所に行って、中開けて見せてくれるのかって仮面こうやって。うん、この仮面なのって。え？と思ったら、まあ、テレビでもちゃんと映ってたけど、僕の見た感じは、なんか小学生が、なんかね、作って、で、ニス、真っ白なんですよ。陶器みたいな、陶器みたいなね、って。小学生が作って失敗して、ニスいっぱい塗って、焼いて、なんかぐちゃぐちゃだったような感じだった。だからなんか、ところにかけてんねん。で、目も点しかない。だからなんか気持ち悪いけど、そんなもともとしさはなかった。僕はね。もう気持ち悪い。でも、いきなり彼女の声が、あれとか、なんか顔変わってる。そうなんだ。で、僕さん、触ってみるって、ちょっと触ってみる。あ、なるほどと思って。でも、ええわ、ええわと思って、これ、そこに出来ない。あ、そうした。で、戻ったら、もうなんか、吐きそうになってる。引き出されちゃう。パンキーさんとか、え、誰でしょ、いや、ダメだなって、あれ、名前に置かれたって言うんだよ、ドロドロしたって言ってました。で、それもっと怖かったことがあったんだって、何ですかって言ったら、彼女がこうやってこの箱に持って、こうやって歩いたところ、彼女の後ろに2メートルぐらいの真っ黒い服着たことが出てくる。え、私、客かなと思ったけど、細くて真っ黒の服着たこと、真っ黒の服を寝てたし、誰のあいつって思ったら、そいつがニコニコ笑いながら彼女って言ってで、彼女に、まあ、必然中、火が高いから顔見えへんかったけど、覗き込んだ。それがヒュッて来た。その時はニヤッと笑った顔が、二人で言うけど、なんかやっとろみたいな感じだった。それは絶対この顔に関係あるなと思ったって。もうこの赤やばい。半分はっきり言って、このイベント自体は嫌だって言ってみたら、ちょっと嫌だって言って。でもそれだけ行かんから、もう始まった。イベントが始まって、最後にその金を受けるんだけど、そしたら、その、まあ、演出的な曲が、仮面のご入場ですみたいなことが、彼女がこうやって両手仮面を抱えながら、入り口からライトを浴びながら帰ってくるわけ。そしたら、あのすごいなと思ったら、周りに一緒にレーカーの人たち、みんなが見えて、気持ち悪くて。で、結局それはそれで終わって、で、まあ、そのイベントがあって、その後に死んでる人死んだしって、ほら、その、なんかね、映像の、その、映像の仕事をしてるカメラマンの仕事なんかかな、かぶって。で、まあ、やめたらいいですよって言うからね、面白くてかぶったの。仮面かぶるみたいな。石仮面やん。巾着みたいな、あの、徐々に出てくる。あれやん、言うて、うわーってバカじゃないと思って、その方、それから、数週間後、ポケット骨折した。で、まあでもその仮面は、あれ、今かも出てる。何が怖いか言ったら、その時に関わると倒産する。その後、数ヶ月後に、あの、死んで、内外対、倒産した。だから、これ見てください。これは放送してから言わないんだけど、実はその後も、その画面を持って帰って、もう嫌だからどうしようって言って、まあ、なくしてたら、その後画面が向いてた方向のあった有名な時があったんです。だから、未だにやばい。だから今は、お寺に預けてるけど、あれよかったと。で、今回のあれに関わった謎の霊媒師はおっぱいを飲んで、傷つかめてる。おっぱい。その、アミリオンが出てた、この仮面は呪われた仮面ですけど、謎の霊媒師は、その後におっぱいを飲んだりしてて、傷つかめてる。バカだよね。で、その、それですごく聞いたけど、